では聞いてください。ちび店長で、はい、ピクルスの歌、バラードバージョン。みんなで食べよう、ピクルスを食べよう、お母さんどこへ行ったのかしら。マーケットです。ありがとうございます。今日ちび店長、あの下田歌劇みたいな格好しとったんですよやめてください。今日は何ですか？総品総会。総品総会です。総会ですか？株主総会。株主の皆さん、お待たせしました。今日はリクエストがあったやつです。あ、はい、ローマーズのプレゼントを紹介してくださいとコメントがありましたよね。じゃあ行きますか。はい、言うだけで。はい、ロンワンズよりヘロンブレスレットのご紹介でございます。ヘロンでございます。ありがとうございます。非常にご上品でございます。ヘロン詐欺。お前詐欺師か？多少30年女性に詐欺師ですよ。ああ、お前はいいやつだな。そういうことを言うとね、お前はいろいろ各方面からね、ねえ、あのお叱りの言葉だったりねもう、まあ、まあ角が立ちますわなこれはなヘロンですって。詐欺って僕はあんまり知らないですけど、ペリカン木の鳥みたいですね。要はその詐欺っていう鳥がモチーフになってるってこと？そうです。こちらですね、はい、個人的にはロンワンズのブレスレットって、うん、シルク、はい、それとね、このヘロンが代表的と思います。このブレスレットはティングフライトコレクションで、はい、特徴的なのはそのクラスプ、うん、ここね。そうね、特徴的ではありますよね。カッパって開くのか。ローンワンズのクラスプのすごいのは、うん、まあ言うなら止めなんですけど、うん、いろんな止める方法があるんですけども、うん、これは摩擦だけを応用して作ってるんですよ。あー、だけに引っ掛けてここですよね。はい、結構しっかり止まってますよね、うん、これがローンワンズの素晴らしいところ。要はその造形の技術ってことですよね、これね。シルバーアクセサリーの全盛期があったじゃん、ブームが。やっぱり人気だったんで、偽物が結構出回ったんですよ。偽物が結構出回ったんですけど、このギミックがね、あの偽物業者が作れなかったの。あー、なるほどね。いろんなのありましたよね、うん、偽物バネのやつとか。それとか、あのここがね、くるくる回るんですよ、ここの耳の部分。あー、はいはい、これ、これね。耳の部分がくるくる回って、うん、この下顎がね、出てこう止まるやつ。こんな感じで。逆にすっげーギミック。あー、なるほどね、うん、俺反対にそれ見た時にすっげーなと思ったんだよねその技術がね、逆にね。でも、なるほどね、ローンワンズっていうのは、うん、摩擦の力だけで止めてんのね。わかる、これカチッと押し込むだけ。そうそう、カチってなりますか？そう、ほんとカチって言うの。ほんとカチって言うんだよ。ほんとにカチって言うんだよそれがすごい、うん、これがすごいよね、ほらで、結構しっかり止まってるからさ、普段外れないんじゃない？ローンワンズのブレスレット外れたってあんまり聞いたことないんだよな。大学4年生に買ったのかな、これ。ああ、店長の私物ね、うん、全然ね、クラスプ痛まないっていうか、未だにカチッと綺麗に止まるんですよ。ほらだから、それもう何年になるのか。あ、でも結構硬いよ、店長の。そうです、10年ぐらいなりますね、つけて。あ、でもほら、カチッって言った、うん、すごいね、うん、このクラスプの頭のところ、レナード・カムフォートって書いてありますけど、これローンワンズの前身のブランドですね。これね、今のブランド名のローンワンズって書いてあるやつもありますんで、これでオーダーで選べます。はい、あ、なるほどね。はい、どっちがいいかっていうのがね。なるほど。でもね、基本的にね、通常入荷するやつあるじゃないですか、うん、あれはね、大体ローンワンズって書いてあります。ヘロンはすごくコストパフォーマンスがいいブレスレットだなって思うんですよ。ほほほ。っていうのが、木村拓哉さんがつけてたシルクリンクブレスレット、うん、これ結構一世を風靡したんですけど、すごいいい値段するんですよ。ただヘロンは本当にもちろんいい値段はするんですけど、うんうん、比較的お買い求めやすい。はあ、なるほどね。そのボリュームにしては。個人的にはなんですけど、はあ、僕はね、ヘロン派なんですよ。うんうん、なんでかというと、うん、ローンワンズのいいところをね、結構楽しめるんですよね。シルクリンクのこの卓越した表面仕上げ技術、うんうん、それとあと、この彫りですよね。後ろは叩きみたいになってる。そうそうそう、これ裏はね、また違うの、ほら叩きっぽい。確かにこれ面白いよね。ローンワンズって、いろいろなシリーズが出てるんですけど、はいはい、まあこれメイキングフライト、うんうん、あとキス&フローラ、はいはい、それとベーシックネイチャーコレクション、うん、ブレスレットでね、やっぱりね、人気なのは、うん、ここのラインですよ。はい、なるほどね。このね、ジョイントだとブレスレットとしてすごくまとまるよね。はい、
ティーバーと丸カンでとかってなると、うん、そこのモチーフが結構主張したりするじゃないですか、はい、これすごくその全体に馴染むよね、統一感あります、ね、そうそうそう、すごいね、このやっぱさ、デザインとギミックの融合みたいなの、これは男にとってはやっぱたまらんですよね。そうですね、こういうのはね、これはいいかもしれないね。そら店長もずっとつけるわ、ほんと10年ちょっと。おお、24回払いで親のカード奪って買ったんです。ほんと、もうほんとに。そしてこんなアクセサリー屋さんで働いてお母さんごめんなさい。